では定例の会見を始めたいと思います。私の方からまず、関東甲信地方の大雪災害の対策について、述べたいと思います。ご存知の通り歴代最高の積雪記録を更新した地域がたくさん出ました。人的被害も出ておりますし、それから孤立状態になっている地域が例えば山梨県の各地、あるいは、秩父の方でもあるようですし、それから東京でも檜原の方でそういう状況があったということですが、私たちもおとといの夜からですね、一番被害が大きいと思われる山梨県の現地の党組織と連絡を取りながら、対応をして、参りました。具体的には昨日官邸の世耕官房副長官、それから内閣府の松本政務官にですね、我々からも必要な情報を提供し対応を要請した次第です。官邸からその時は山梨県から要請が来ていない旨の反応があったんですが、我々も山梨県の党組織を通じて山梨県の対応を、より積極的にした方がいいのではないかっていうことも申し上げさせていただいて、その後防災担当大臣と山梨県知事とのテレビ会談が実現したなど、事態が打開されて、されつつあるということは、ご承知の通りであります。今一番深刻なのは物資の不足だと思います。食べ物、それから灯油が各地で不足している。コンビニにはそういうものがもうないという状況が続いているようなので、今日が限界という声も聞かれておりますので、政府を挙げてですね、私たちも必要な党組織の力を発揮して、まずは人命最優先という形で対応されるように、政府にも要請するし、我々もできることをやっていきたいと思っています。それからブドウの花が咲く頃にこういう積雪による被害がありまして、ビニールハウスの倒壊、農業被害などはこれから甚大なものになると思われますので、こういうことについても、引き続き政府の対応をですね、求めていきたいと思っております。まだなかなか現地に行くことができない状況ですが、可能な限り速やかに、私たちも対策本部をそういう対応しながら昨日発足させましたので、赤旗で今日報道されておりますけれども、本部長に石井和夫、本部長代理は小池晃、事務局長に田村智子、副本部長に高橋静子、あと関係議員で構成しております。可能な限り現地に早く行くようにしたいと思っております。それから2つ目に、先週安倍首相が集団的自衛権行使容認に向けて、踏み込んだ答弁をされたことについて、13日市委員長が会見をいたしました。ここでもう述べた通り、安倍首相がですね、政府の最高責任者は私だ、政府の答弁に私が責任を持ってその上で選挙で審判を受けると、述べたことは極めて重大であります。首相が自由に憲法の解釈を変更できるかのように発言をされたわけですけれども、これは最高法規としての憲法の在り方を否定し、立憲主義を否定する極めて、重大な、そして危険なものだと思います。そういう指摘をですね、先週市委員長からしたわけですが、その後ですね、立場を超えてこの安倍首相の発言に対して批判が広がっていることは大事なことだと思っております。九条の会という会がありますけれども、ここは14日憲法の解釈の変更による集団的自衛権行使の容認に安倍内閣が暴走していることを批判をし、反対する運動を盛り上げていこうという呼びかけをされました。この呼びかけに対して著名な
829人の方が賛同されております。一部紹介しますと、有馬雷帝、臨済宗小国寺派館長、岡野俊一郎国際オリンピック委員会名誉委員、沢田健二さん歌手、山田洋次さん映画監督などなどですね、著名な方々がこういう動きに対して、批判の声を上げておられるということも大事ですし、から自民党内からもご承知の通り、総務会で村上誠一郎元行革担当大臣が、首相の発言は選挙で勝てれば憲法を拡大解釈できると理解できる、その時々の政権が解釈を変更できることになると非難されましたし、それから古賀誠元自民党幹事長が昨日放送された、テレビ番組の中で、立憲国としてとても考えられない、もっと誠実に謙虚に国家と国民の安全と財産を守る自覚と責任を持ってもらいたいと極めて強い口調で、批判されました。まあ、こうして、集団的自衛権の行使容認の是非を超えて立憲主義を否定する首相の発言に、広い批判が強まっていることは非常に大事だと思っております。こういう方々と力を合わせて解釈改憲による集団的自衛権行使容認に、反対する国民的な共同を国会内外で強めるために、一層奮闘したいと思っております。私の方からは以上です。はい、共同通信の上です。教育委員会改革の件で伺います。はい、今日の予算委員会でも安倍首相は今国会に教育委員会改革 の関連法案を提出する考えを明言されたんですけれども、今、政府の与党では教育長と教育委員長を兼務する、ポストを設けるですね、まあ、いわゆる C 案というものを検討しております。一方、野党では、例えば民主党と維新の会は、それぞれ現行の教育委員会の廃止と、首長の権限を強める案を掲げて、お互いに共同で案を出せないかということで、実務者の協議を始めることになりました。この教育委員会改革に対して、共産党としてはどのようなスタンスで臨まれるご予定か。はい、昨年12月に中央教育審議会が答申を行いまして、その内容というのは、教育行政は市民の代表である教育委員らが合議して行うという戦後続いてきた制度を根底から破壊し、教育委員会を市長の付属機関にするものでありました。しかもその上で、市長が教育の対抗的な方針の策定を行うというふうにしておりまして、これは教育の政治的な中立性を犯し、戦前のような教育への権力支配に道を開くものとして、私の談話を発表いたしました。その後ですね、当時その中教審の答申にもですね、この、いわゆる今言ったのが A 案と言われているものだと思いますが、それに対して中教審内部でも反対が続出いたしまして、この答申そのものに別案が提起されるということになっておりました。でその後いろいろな批判も踏まえ、受けた形で案が検討されて C 案というものが今出てきているんですよ、しようけども、またこれも、固まったまとまったものではないと承知しておりますが、しかしながらですね、その内容を見ると、今お話のあった教育委員長と教育長を統合した代表教育委員というものを新たに設けると、それから教育委員とともに市長が任命罷免する権限を盛り込むということになっているようです。それから対抗的な方針を A 案では市長が策定するというふうになっておりましたけれども、これを総合教育施策会議というものを作って、教育委員も交えて、しかし市長が権限を持ったその会議で、教育の対抗を策定するということにしようとしているようですので、これはやはり市長がの教育に対する直接の介入、
というものを強めるという方向になる危険性が極めて強いと。それから教育委員の罷免についても、現行はですね、もちろん罷免ということがあるんですが、これはあの病気でその任を全うできない場合などですね、極めて限られた条件がついておりますけれども、仮に首長の教育官と違う教育委員をですね、罷免できるというようなことになりますと、これも首長の教育に対する介入権限を強化する方向にならざるを得ないと思っておりまして、大変その辺は危惧しております。教育の政治からの独立というものが戦後教育委員会制度が設けられた一番の趣旨、戦前の反省からの趣旨ですので、それに逆行するような動きについて、これも広範な人々と特に教育関係者と、それから子どもと教育に携わる、保護者の皆さんも含めて、一緒に、この流れにストップをかけるために奮闘したいと思っています。はい、西村中です。ちょっと別件なんですけども、はい、国民投票法案について、はい、自民党はその野党にもその共同提出を目指して、維新の会ですとみんなの野党の協議を本格的に始める方針ですけれども、もうこの国民投票法案改正について、はい、共同投票者はどういうんですか。はい、私たちはそもそも憲法を、改定することに必要な国民投票の手続きを定めた国民投票法に反対しました。それはこの改定策動の一番の狙いが憲法9条を変えることを中心にして、日本を戦争する国に変えることにあるからでありまして、そのような憲法改悪に必要な国民投票法を策定する必要はそもそもないという立場からでありました。現在もその立場は変わっておりません。はい、時事通信です。先週、党の大阪府委員会がですね、はい、大阪市の出直し市長選で、独自候補は立てないということになっているんですけれども、橋本さんの立場からすると、候補者が立てないということは、これは都構想であるとか、あるいは自分自身を共産党側に立てないことによって、容認したことになるというような、彼の都合のいいまた解釈を言ってくるようなことは十分に表示されますけど、極めてそういうリスクもある選択だったと思いますけど、その辺についてお伺いします。はい、先週14日の日に日本共産党大阪府委員会がその問題で声明を発表しておりますので、また詳しくはホームページでも、党大阪府委員会のホームページでも全部載っておりますから見ていただきたいんですが、その声明のポイントはですね、橋本市長による出直し市長選挙に反対すると、一切の大義はないと、いうこと。その立場から大阪とストップ、維新政治打破へ幅広い勢力との共同候補の擁立を追求します。で、共同候補擁立が実現しない場合は維新政治打破を求める共同を大切にする見地から独自候補擁立という立場を取らずに、橋本氏と維新の会に通座を浴びせる戦いで共に力を尽くすものですという点が声明のポイントであります。で、そういう判断を党大阪府委員会がこれまでの大阪における、都構想、それから維新政治にストップをかけるために広範な勢力と共同し、そして効果を上げてきた。具体的には堺市長選挙での維新候補を、阻止したこと、あるいは大阪府議会の中で仙北高速鉄道の株式の売却にストップをかけたこと、あるいは大阪市議会の中で地下鉄市バスの民営化、あるいは公立幼稚園の全園廃園民営化というものにストップをかけてきたこと、そういう中で議会の中での共同、あるいは地域の中で自治会の会長さんなどとの共同が進んでおりまして、今回の大阪府委員会の判断はこうした維新政治にストップをかける共同を何よりも大切にするという立場からのもので、
そういう大阪府委員会の判断を党中央としても尊重したということであります。橋本さんがどういう対応をされるかはそれを見てまた現地が対応を、決めるというふうに思っております。はい、優しいです。その場合ですね、まあ、これからその候補者が出続けてない状況ではありますが、基本的には自主投票という形になるんですか。候補者は自主投票という形になるんでしょうか。あ、選挙に対してですか。共同候補が擁立できずに、という場合は独自候補は擁立しないということですので、そういう対応になると思います。すみません、別件なんですが、はい、一番最初にお話のあった公設被害の関係で、はい、首相が昨日ですね、赤坂で支持者と会食していたという話もあって、初動に遅れがなかったのか、対応が適切だったのかと、そういう議論もあるようなんですが、どのようにお考えでしょうか。こういう災害の場合は、私たちは政府に対して単に批判するという立場を取っておりません。人命最優先、我々もいろんな組織、草の根の組織を通じて情報収集して、それを適宜迅速に政府関係行政機関にお知らせして、迅速な対応がされるよう要請するという立場を取っておりますので、そういう対応を我々はしてきたということです。よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。